様、第6回日本一ニュースです。今回お届けするのは小林美希キャスターです。小林キャスターは東京都本部の副本部長でもあります。皆様、はじめまして、小林美希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は活動報告が中心となります。各地でまん延防止等重点措置が出ている中、各地方本部では感染対策を取り、慎重に対応しつつも着実に活動を展開しています。小林キャスターが副本部長を務める東京都本部でも、紀元節からその週末にかけていろいろ活動をされたようですね。はい、新しい体制になって初の本格的な活動でした。まず靖国神社に昇殿参拝し、建国を祝うとともに英霊の皆様に感謝の思いを捧げました。何人くらい参加しましたか？堀切副道士を筆頭に10名ほどの党員が参加してくれました。本殿の中は前日の雪が残っており、それが一層厳かな雰囲気を醸し出しておりました。昇殿参拝が初めてという党員もいて、こういう機会があってよかったと言ってくれました。本当に開催してよかったと思います。参拝後、池袋で新東京都本部の初凱旋を行いました。弁士はもちろんですが、現場責任者の小坊本部長は、凱旋は初めてでした。皆さん、緊張していましたか？はい、少なくとも私は緊張の極みでございました。凱旋者を降りたら手が震えるほどでした。けれども中には初めてとは思えないくらい堂々と話す人もいて、今後に期待できる凱旋となりました。どんなことを訴えたのでしょうか？初めての凱旋なので、党の政策の中からこれをというものに絞り、正確にかつ分かりやすく伝えるということに徹してもらいました。皆さんが今後どのように成長していくか楽しみです。お疲れ様でした。凱旋のあった週末には勉強会も開いたそうですね。党を広めていくには、まず党とその政策についてよく知ることが大切です。人に伝えるにはまず自分が知り理解するということですね。勉強会で得た知識やスキルが参加者の武器となるようにしたいものです。頑張ってください。ところで、桜井党首が誕生日を迎えたそうですね。はい、実はこのニュースを収録した日が桜井党首の誕生日でした。事務所には全国の党員、支持者からたくさんのお祝いをいただきました。ありがとうございます。また SNS などでお祝いをしてくださった皆様、感謝申し上げます。今後も日本第一党は桜井党首を筆頭に日本第一主義に邁進いたします。皆様、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。石川県、愛媛県、神奈川県などの地方本部でもそれぞれの活動も展開しています。また各地の勝手連も活発に動いております。なお、今後の活動については武漢肺炎の状況を見つつ調整を図りながら展開していきます。党からの発表を随時ご確認ください。以上、東京都本部副本部長小林美希がお届けいたしました。ご視聴ありがとうございます。皆様、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。